宮尾博士は日本の特農家、宮尾農園代表、新潟国家戦略特区で自然栽培による地方創生に尽力している。1971年9月22日、新潟県豊阪市大月の江戸時代から続く農家の10代目に生まれる。1984年、長岡工業高等専門学校機械工学科を卒業、鹿島屋製造部、 1994年、就農。1995年、平海洋計を導入。1998年、地域資源と診療を考える会を設立。2002年、豊坂田んぼの学校を主催。2006年、新潟有機稲作研究会を設立。2008年、村上豊坂資料用米生産利用推進協議会を設立。二千十年、 日本トラベルレストラン、丸の内町大学、小学前などに参加。2016年9月13日、TV 出演、イタリア有機農業を訪ねる、農家ジャパン新潟モデルで未来をつかめ、生かし合う農業持続可能な社会を目指して、宮尾農園。2017年3月28日閲覧。新潟国家戦略特区。新潟市。 2017年3月28日閲覧。新潟ニューフードバレートックプロジェクト。新潟市。2017年3月28日閲覧。ニュース。日本トラベルレストラン。2017年3月28日閲覧。新潟が第二の寄生地となる小学米プロジェクトに拍手。新潟市。2017年3月28日閲覧。小学米。 Facebook 2017年3月28日閲覧農家ジャパン新潟モデルで未来をつかめ TBS 2017年3月28日閲覧人、家畜、作物が共存する心地いい循環型農業ハミングバード2017年3月28日閲覧ありがとうございます